辺り一面山だらけ。どこを見渡しても山ばかり、という地方の出身です。小さい頃からお世話になっていたお寺に、金、がありました。金、と書いたのには理由がありまして、それは布と縄でぐるぐる巻きにされていたからです。金をつく丸太もついていません。なので、ある程度の年頃になってアニメの一休さんなどを見るようになり、寺の隅の屋根付きの一角にあるべきものは金なんだな、ということがわかるようになりますと、そのぐるぐる巻きの中身は金なんだろう、と感じるようになるというくらいで、誰も中身を見たことはありませんでした。小学生くらいの時には、両親に、なんでぐるぐる巻きなの?と聞いた記憶はあるのですが、両親も由来など詳しいことを知らず、両親が子供の頃からぐるぐる巻きであり、ぐるぐる巻きの金、と呼んでいたとのことです。当然中身も見たことがないということです。大学進学のため、実家を離れ、しばらく時が経ち、久々に帰省をすると、田舎といえど自分の家の周りにも開発の手が伸びていました。昔自分の部屋であった場所、今は物置となりつつあるのですが、窓際から景色を見てみると、昔とは眺めが変わっており、自分の部屋から、金、のお寺を見ることができました。お寺は山の上の方にあるのですが、自分の部屋からは裏の里山が邪魔をしていて、昔は見えなかったことを思い出しました。そうか。虫を取ったり、アケビを食べたりしたあの山もなくなってしまったか。と寂しがりつつ、窓から寺を見ていました。寺は遠いので、自分の家からだと親指の爪程度の大きさに見えます。夕飯時に、裏山がなくなって、寺が見えるようになったんだね、という話をしました。すると両親からは、自分が大学に入った直後くらいに無人化してしまい、法事と祭りの時だけ、別の大きなお寺から僧侶を呼んでいる、と教えられました。その、晩のことです。一人暮らしに慣れてしまったせいか、自分の部屋だというのに枕が合わないような気がして、なかなか寝つけず携帯をいじっていました。その時、と、低い低い音が聞こえました。鐘の音?と思い、窓の外に目をやります。満月に近い月の出ている夜でしたが、遠く離れた寺の鐘の様子など、肉眼では見えません。10秒ほど見つめていると、ほんの一瞬だけ、人工的な光がちらっと目に入りました。気になって、小学校の時から使っていた勉強机の引き出しを開けます。母親が捨てていなければ、とそこにあるはずの双眼鏡を探します。双眼鏡は昔のまま、そこにありました。ホコリがついたレンズを覗き込むと、倍率は低いのですが、暗がりの中に、ぼんやりと動く人のようなものが見えました。3名ほどの人間が、金付き小屋のところで何かしているようです。懐中電灯を持っているようですが、小屋の一部を何かで覆っているのか、時折周囲を照らすだけで、様子がはっきりとは見えません。見たところ、3人がかりで地面に金を下ろしたようです。先ほどの音は、地面に落とした時の音でしょうか。どうやら、金付き小屋から金を出せないでいるようです。この金付き小屋には、屋根と屋根を支える四方の柱があり、壁はありません。しかし壁の代わりに、その四方の柱同士が水平の柱で繋がれています。水平の柱は四方のすべての方向につけられていますので、それが邪魔をして金付き小屋から金を出せないようでした。当時は金属の盗難が流行する前でしたので、何をしているかわからず、私はただその光景を見ていました。パジャマで双眼鏡のレンズを拭き、暗闇にも目が慣れてきました。連中は金に巻きつけられた縄に木の棒を通し、二人で棒の前後を持って持ち上げるようです。金付き小屋から出たか、というところで、金が落ちました。二人が耳を押さえます。私がその光景を見た、3秒後くらいでしょうか。という音が聞こえてきました。鳥が飛び立つ音、犬が吠える声も聞こえます。
窓から見える家のいくつかに明かりがつきました。それを見てまた双眼鏡に目を戻すと、連中の姿は消えていました。次の日の朝、と言っても私は昼近くまで寝ていたのですが、母親から、昨日の音、聞いた？と聞かれました。洗いざらいを説明するのが面倒だったので、適当に答え、また部屋に戻ると双眼鏡を覗きます。金付小屋のところに何人かの人が集まっている様子だったので、何か面白いことはないかと、スーパーカブに乗って現場に向かいました。境内には白い、ワナンバーの番が乗り付けられていました。そして、金付小屋の一段高くなったところの下に、金が落ちていました。警察の検証は終わったようで、犯人は車を捨てていなくなったとのことです。取られたものもなく、近隣の警察と寺、自治体に連絡しておく、とのことでした。その一方で、僧侶の代わりに日頃の運営をしている村の消防団の人たちが、金をどうするか、という話をしていました。もう一回かけるか。もうこのままにしておいたらどうか。その話し合いを遠巻きに見ている人々の中に、拓郎くんのおばあさんがいました。拓郎くんは、小学生の頃に一家で村から引っ越していったのですが、おばあさんだけが残っていました。拓郎くんとは、小さい頃からよく遊んでいて、家に行くと、いつもおばあちゃんがお菓子を出してくれたり、昔話を聞かせてくれたりして、とてもお世話になった人だった。お久しぶりです。おう、俺ちゃんか。泥棒じゃないかって。嫌な世の中だね。金なんて売れるんですかね。戦後は鉄くず屋が来て、自転車でも買っていったもんだけどね。何でも鑑定団なんかに出そうとしたのかな。ごぜさんの金だなんて、お金もらっても欲しくないわ。ごぜさんの金？おばあさんから教えてもらったことによると、この辺り一帯では昔、盲目の子供が生まれると、男も女もごぜさんにもらわれていったんだとか。男はまた別のグループに引き渡され、女はごぜさんとして一生を送ったそうです。この金は、遠い昔には普通の金として使われていたものが、いつしかごぜさんを呼ぶ合図の金として用いられるようになった、ということでした。その日の夕食、両親との会話の中で、ごぜさんの金の話になりました。父親は役場勤務のため、嫌でも耳に入ったようです。私が、ごぜさんの金、と言うと、両親とも、という顔になりました。ごぜさんの金？そう。ごぜさんの。誰から聞いたの？拓郎くんのばあちゃんから。嘘だ。本当にあったんだ。あれが、ぐるぐる巻きの。ねえ、小さい頃は聞かされたもんだけど。両親の話によると、ごぜさんの金とは、確かにごぜさんを呼ぶもの。ただし、金が鳴るのは、盲目の子供が生まれた場合に限らない。乾村では子供を育てるのに厳しい年もあり、口減らしをしなくてはならないこともあったとか。育てられない子供が出てしまった家では、両親が子供の目をつぶし、金をついたそうだ。ごぜさんの旅は辛くとも、娯楽の少ない時代、行く先々では大切にされたそうだ。そのうち、子供の目をつぶすことができなかった両親が、金付き小屋に子供を置き、ごぜさんの金をついて、連れて行ってもらうのを待つようになった。当然ながら、ほとんどの子供は凍死する。住職は、数えきれないほど多くの子供が冷たくなっているのを見つけ、その服を金付き小屋の柱に巻いて、弔ってやった。そのうち、ごぜさんの金の周りで子供の霊を見たとか、遭難したごぜさんの列が歩いているのが見える、とかいう噂が広まり、風の強い日には、両手で耳を塞いでもごぜさんの金の音が聞こえる、と言って発狂するものまで出た。これではということで、金付き小屋に残されていた子供の服と荒縄で金をぐるぐる巻きにして、二度と金の音が鳴らないようにしたんだそうだ。両親とも子供の頃から、ごぜさんに連れて行ってもらうよ、という意味の脅し、悪いことをした子供への警鐘、として、ごぜさんの金鳴らすよ、という言葉と、
前述のような背景は聞いていたものの、まさかあの金が本当にそうだとは思っていなかったみたいだ。この一件があってからも随分経ちますが、改めて思うことがあります。日本から昔のままの御世さんが廃れて久しい。歌や風習を伝える人はいても、本物の御世さんはもういない。日本のどこを探しても、御世さんがある区別は見られない。しかし、あの夜、御世さんの金を盗もうとした連中は、金を鳴らしてしまった。果たして、御世さんは来たのだろうか。どこから？来たとしたら、連中はどこかへ連れて行かれたのだろうか。警察の追跡を恐れて逃げ出しただけなのか。それとも、